もう胸ぐらいまであったんですけど全然気づかれないんですよ。15センチぐらい切ったので、ベラを演じさせていただきましたエマです。今日はよろしくお願いします。すごく緊張してますけど、こうやって完成披露の日を迎えることができて本当に幸せに思ってます。よろしくお願いします。今日なんか緑なんですよ。今日緑ですね。そうなんですね。自分で言ってください。狙ったんですよね。皆さん見られてないので分かんないと思うんですけど、まあ、緑がすごく関係あるんですよ。でも言っていいのかな。言っていいんじゃないですか。言っていいですか。そうですね。妖怪人間の、はい、そう、ね、血の色が緑なんですよ、はい、でさっき監督と裏で会った瞬間に、あ、意識してきたんだって言われたんですけど、私全然考えてなくてナチュラルに緑を選んじゃったんですけど、そうなんです、はい、今日は血に染まった色で、はい、来ました。女子的なことを言っていいですか。実は今週の日曜日とかに髪の毛を切ったんですよ。もともとベラの後から結構伸ばしてて、もう胸ぐらいまであったんですけど最近切ったんですね。でも全然気づかれないんですよで今日ウィン君にも気づいてないでしょ。いや、なんか足りないなと思ったんだよ。ほら、これ気づいてないんですよ。足りないんだ。何かが足りない。何だろう。足りてないんだ。ここだったんだな。なるほど。そう、別にいいんですけど、そんな気づかれなくても全然。でも結構自分の中ではかなり15センチぐらい切ったので、なんかこう、あ、切ったねとか言われるのちょっと楽しみにしたんですけど、全然言ってくれなくてちょっと落ち込みました。3密を避けるために僕は楽屋にはいなかったんですよ。はい。上手な返しでした。すみません、本当に。最初に台本をいただいたときに、え、人間じゃないんだってまず思ってそうです。そもそもそんなにすごく演技経験が多かったわけではなかったんですけど、その中で人間じゃなくて妖怪人間みたいなので驚きを隠せなかったんですけど、まあ、でもこんだけ長い歴史のある作品ではあるので、その中で自分がベラを演じさせていただけるっていうのは本当に光栄なことだなと思ってすごく嬉しかったですね。結構監督からもそうだったんですけど、こうなんか凛とした女性とか、こういるだけでこう雰囲気がある女性っていうのがこう、まあ、テーマにあったというか、そんなに口数も多い子ではないんですけど、なのでそこは今までやってたこうモデルのお仕事が結構生かされたというか、立ち姿とかこう歩き方とかで、まあ、そこが生かされたんじゃないかなっていうふうには思いますね。うん。